落山市の一住宅街、落山大仏と市街地ガビ山報告寺。落山市は中華人民共和国四線省の中南部に位置する地球市。成都から南に約 120km 離れている。北は美山市、東は地密義市と義貧市、南は両山移属自治州、西は岩岸市と接している。長江水系の民港に大都会及び西以降が、 合流する場所である。丘陵地帯が主で、市西南部は山地、川沿いは、中赤平野である。気候は温和で、湿潤、四季がはっきりしており、雨量は多く、春と冬が過ごしやすい。平均海抜は500メートル、年降水量1394ミリメートル、年平均気温は、摂氏17.2度。4しかつく、1県一久、4、4県。 二次治験を管轄下に置く。川南公職学産、先駆市仙昇落産区落山市落山市の域内、総生産比率は、第一次、産業16.6%、第二次、産業58.7%、第三次、産業24.7%である。工業部門では、竹晶シリコンと、太陽電池、建築資材、塩、林工業、 クリーンエネルギー、農産物加工が5大産業となっている。落山ハイテク産業開発区が設置されており、太陽電池関連の研究では、中国内でも1、2を争う規模である。海外からの投資も盛んで、国際金融公社、オンセミコンダクターなどが進出している。稲、小麦をはじめとして、茶、野菜、果物の生産校が多い。漁業、畜産業、 林業も盛んである。林、岩塩、石灰石、高梁土、天然ガス、石膏、白雲石、ミネラルウォーター、硫酸ナトリウムの埋蔵量が比較的豊富である。また、豊富な水資源を生かして2基の水力発電所がある。西南交通大学、西都理工大学、西都中薬大学。 落山市半学院、落山職業技術学院の5つの大学級の高等教育施設がある。落山市には希少な動植物が数多く生息している。カタヤ族、ハンカチの木、アケボノスギなどの希少植物、そしてパンダ、カレハチョウなどの希少動物はいずれも保護の対象となっている。生徒総流国際空港が落山市に最も近い。 市内から北へ約1 0 0トル落山空港を建設中。生都市と昆明市を結ぶ青根線が落山市を通る。落山市内には数駅あるが、最も多くの列車が停車するのはガビ山市にあるガビ駅である。落山市街地そばの民港沿いに落山港がある。500トン級の貨物船が停泊可能。都まで1 4 4 落山大仏の遊覧船も発着する。落山市は豊富な観光資源を持ち、国内外合わせた観光客数は1234万人、観光収入は91.4億元に上る。また、落山市の北に隣接する、美山市の市街地には酸素、祠博物館がある。18世、高革命活化石支線、かぼや、チャイナ c o m CN2008 年11月27日、交流都市中華人民共和国市戦省落山市、千葉県市川市公式ウェブ2010年6月7日。ありがとうございます。